速のでです、えー、今日12月31日月、ね、まあ,あの我々にとっては多くの人にとっては何の変哲もない12月31日でしょうけどもあるセブンイレブンコンビニ店のね、えー、オーナーさんにとってはちょっとねあの大きな出来事を抱えている12月31日だと思いますというのはですね あのまあ、明確には申し上げられないんですけども皆さんご存知かと思いますけどもあ大阪のですねあるセブンイレブンフランチャイズ店のオーナーさんが、まあ、時短営業をねずっと繰り返していたんですよね、えー、で、えー、今回本日もそうなんですけども元旦はお休みしますということで、えー、本部からのフランチャイズ契約を、まあ、解除されたということなんですよ、まあ、これに対しては、うん、厳しい意見も結構飛んでますそれは やっぱりコンビニオーナーさんは契約に基づいて判断される。本部は契約について、うん、互角ではないという部分もある。うで、24時間営業3 6 5日をするという約束のもと、やっぱりね、コンビニ店のフランチャイズをやってるんで、それは今更言ってもダメですよという考えもあります。もちろんその通りかと思います。裁判を起こすらしいんですけども、うん、結果は厳しいものになるのかなと。コンビニ店オーナーさんにとっては厳しいものになるのかなと思います。ただですね、私が思うのは、 確かに契約約束事はその通りなんだけどもただね契約を運用していく中でこれほど多くのコンビニ店のフランチャイズオーナーさんが困っている人員が足りなくてもうね本当に自殺までしてしまった例もあるし家族を巻き込んで不幸にしてしまっている例がこのフランチャイズ契約にはもう,もう数限りなくあるわけですよ私が認識してるだけで2014年からこういうことありましたそれからドミナント出店とか直営店の問題とかねこういうのを抱えてる中でじゃあ フランチャイズという契約のその中身、契約っていうものそのものがこの時代に即していない。要するに、セブンイレブンのコンビニ店のですね、フランチャイズというもの自体が、うーこうオーナーさんだけに負担をかける、まあ、なんと言いますかね。 悪い言葉で言うとでき損ないのフランチャイズ契約だったんではないかなと要するに契約内容自体を無効にしないといけないところまで来てるんではないかなと思うんですよ確かにコンビニ店が少なかった時はあの元々の契約内容で良かったんでしょうけども今、うん、少子高齢化でバイトも集まりにくいそして競合だらけでライバルはコン,ビニコンビニ対コンビニではなくてコンビニ対、えー、例えば、ね、外食とかそれからあコンビニ対飲食店通常の飲食店ですねそれからコンビニ対自炊とか こういった問題が出てきたりとか、イートインをさらに拡充したというところで、増税があって8%、10%の問題でイートインが利用できるのかできないのかっていう問題があったりね。やっぱ様々、時代変化してますんで、その時代の変化に、コンビニ店のオーナーさんに不利にならないように契約変更して、コンビニ店のね、フランチャイズオーナーさんがもう反逆したりとかね、潰れたりとか、本部からの命令を聞かないみたいなことを続けるよりも、対立を続けるよりも、 フランチャイズオーナーさんが納得のいく形にどん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 変化していくべき共存共栄の道が開かれるんではないかなと思うんですよ。えー、ちょっと私の思いをいろいろと申し上げましたけども、あのー、このね、今回閉店すると、おまあそういうふうなね、形で対策を取られて契約を切られたとされているコンビニ店オーナーさんっていうのは、私はね、あのー、私のこう契約とかなんとか、フランチャイズとかなんとか抜きにして、これをしなくてはもう変わらないなと思ったんですよ。うん確かに今までね、 あのフランチャイズ契約を切られるのが怖いが故に自殺に追い込まれてしまったり、自殺までしないけども夜逃げをしたりとかね、それから大ジャッキンを抱えてニッチも早朝も行かなくて潰すに潰せない契約を続けたりとかっていう悲惨な状態が数限りなく行われてきたわけですよね。その中でこのコンビニ店のフランチャイズオーナーさん今回の大阪の例っていうのはもう死んだりね泣き泣き泣き逃げをすることをもうねせずにしっかりと戦って一つ 裁判では勝てないかもしれないけどもでもこういうふうに戦うことができるんだよというねすごくいいお手本を出してくれたのかなと思うんですよ。まあ、私もねどっちの味方をするってことはちょっとなかなか言えないんですけどもただ今回の件に関しましてはうんこのね捨て身のうんこの契約解除にも屈することなくうん、まあ、営業をね自分の思い通りに時短したりとか。 元旦は休んだりとかそれで残りの在庫で2日から3日4日5日となんとかやっていくっていうところにね、うん、やっぱり私は個人的にものすごく共感するところがあって、うん、大なりといえどもねあの本部を恐れずに小なりといえどもお客様を大切に家族を大事にするこういう姿勢がやっぱ今ね私たちはだいぶ忘れてしまってるんじゃないかなと思いますよね契約ってものにもう縛られて契約に支配されるあの契約ってのはやっぱり支配の道具っていう面もありますけども ここがおかしいから変更しましょうというねそういうふうなたたき台でもあるわけなんですよ未来英語を変更ができない契約なんてないわけですよやっぱ契約を結んだ者同士で善意のもとに改善できていくわけなんですよねでまあセブンイレブン・ジャパンもここまで大きな問題になったり多くの死者が出ている、うん、それからね YouTube というものが発達して SNS というものが発達してセブンイレブンのフランチャイズってのは本当に気の毒だよと当たってる店はいいけどもそうじゃないお店ってのは 確かに商売のセンスがないといえばねその通りなんだけどそういう人に商売で失敗しないようにノウハウの提供するのは本部フランチャイズ本部のセブンイレブン・ジャパンの責任ではないかなとそこがね私はね大いに欠けてると思うんですよ。フランチャイズ契約をしてくださった大切なうーん、まあ、いわゆるねフランチャイズのお客様を守っていくこそこそああのですか、ね、本部の役目だと思いますしスーパーバイザーさんの指導だと思うんですよ。 でそれをですね現場のせいに全てして、えーまあ、切り捨てていくとかねそういうことは本当はね皆さんしたくないはずなんですよあの本部の社員さんもうーんだからそこをねうんやっぱりこうフランチャイズオーナーさんに全てうん不利益を押し付けて企業本体の成長だけを喜ぶんではなくってうんやっぱり我々,我々はですね全て皆さんが消費者であり皆さん全てが事業者でありうん同じ船に乗ってる日本という国のね仲間ですから 誰かにツケを回して自分だけ生き残ろうということではなくてね、うん、やっぱ共存共栄といいますか任郷道ではないですけどもねやっぱ強きをくじき弱きにもうね助けというそういう精神を持ってしかるべきなのかなと思うわけなんですよね。まあ、何を言ってるかだんだん分かんなくなってきましたけどもあの今回ねコンビニ店がこう閉店するということに対して私はね無責任にもエールを送りたいなと思います。私は何の責任も取れませんし あのコンンンビニセブブイレブンねここれれかからもも使うことがあるかもしれませんだからどっちかの見方をするっていうのは構造上不可能であったりするわけなんですけどもでもやっぱりねこういう事実があるってことは私たちの記憶に留めておいて、うん、別にね善悪を決めるということではないです誰が悪いということではないんですけどもどこを改善するべきかな何が悪くてこうなっちゃったのかっていうことを考えるのは。 まあいいことだとだ思うんですよねこのコンビニ店のドミナント出店確かにドミナント出店は効果的ですしお客様のためになると思いますただお客様のためになるだけではダメでそこで楽しく豊かに働く従業員さんそれからコンビニオーナーさんフランチャイズオーナーさんがいらっしゃってこその 共存共栄だと思いますしその結果本部も利益を上げて評判が良くなって続いていくそれこそね100年200年続く企業になっていきその企業の集合体が日本という国を作るんだと思いますけど皆さんいかがですかねやっぱり独り勝ちっていうのはもうねこの世の中できないですよ誰かが勝てば誰かが疲弊して二極化進んでしまいにはですねもう何もかも奪われた人が暴挙に出るってこともあるわけですよワイルドカードを使ってくることもあるわけですよだからそうせなしないために 行かず殺さずをするんではなくてですねやっぱりこう花を持たせると言いますかやっぱり協力してくださったフランチャイズ店オーナーさんねセブンイレブン本社それからコンビニ本社をね信じて参加してくださった方に最大限のビジネスの成功のノウハウとかねサポートをするべきかなと思うんですよやっぱりセブンイレブンさんもねフランチャイズがもうこうやってね不幸にして潰れていったりとか恨み節とともにな、えー、くなっていくよりも,も全フランチャイズがねあの 事業のノウハウはなかったけどもセブンイレブンと契約してものすごく自分は商売が楽しくなってきた地域の人に貢献してそして喜びでねロイヤリティも払えるんだとロイヤリティを払った上でもきちんと自分たちの健康で文化的な生活が送れるようなフランチャイズライフが送れてそしてこのフランチャイズという仕組みが自分のね 子供たちにも胸を張って相続できるそんなビジネスになってるんだということをねやっぱり今の時代だからこそ聞いてみたいなと思いますどっかにいるはずなんですよフランチャイズ契約してよかったよって方ね本当にうちはよく皆さんのおかげでうまくいってるよーと「うん、セミレムさんありがとう」みたいな声もあると思うんですよ、うん、でもやっぱりそういう声はなかなか聞かれないしこういうねあのどっちかっていうと、うん、悲惨なあそして同情したくなるようなというかね、うん、議論を呼ぶものしかなかなか表に出てこないなと思うんですよねうん まあどうですかね皆さん年末に私たちは暖かい部屋でこうやってね年越しを過ごせる方多いと思いますけども年越し派遣村ではないですけども新年からどうやって生きていこうかとお金がなくってどうやって借金を返すんだろうとかね子供の将来どうしようかっていうふうに不安にさいまれるようなそんなね隙間風の吹くような大晦日かいつから日本はこうなってしまったのかなと思いますよね。 私はその時に生きてなかったですけども戦後の日本昭和20年代30年代っていうのは貧しかったけども豊かで夢があったと聞いてます今はどうでしょうかうん、まあ、確かに貧しさっていうのは我々の前から消えましたけどももっと深刻な戦いようのない貧しさってものに私たちはね、えー、攻撃されてるんじゃないかな苛まれてるんじゃないかなとそしてその原因はかつて同胞だった同じ国の民族が起こしているというねこれは一種の内乱なんではないかなと思ってしまうんですよ フランチャイズのオーナーさんとそれからフランチャイズ契約した本部とがなぜか戦っている姿いや協力し合ってこそなのかなと思うんですけどもなぜか戦う姿にしか私は見えないんですよねこういう寂しい時代になってしまったことを私はね生まれてきた子供に見せたくないですようんだから私の子供もね進路に悩む時代が10年後15年後来るでしょその時に私は何を伝えればいいのかこのコンビニ闘争ってものをため息とと,ともに語っていくのかそれともですね えこういったものを乗り越えて素晴らしいえフランチャイズ契約っていうのが今あるんだよってことを話せるのかどうかやっぱりね大人の責任が問われてるのかなと思いながらの年末の放送でございましたあ勝手なこと言いましたけどね聞いていただきましたありがとうございました皆さんもいろんな思いがあると思いますえー、そういうのをねやっぱりとどめずに発信していくことによって世の中変わっていくと思います私こう思うんですよ消費税が10%になりましたよね日本の全国民1億2000万人が全員消費税は反対だって言ったら下がったりなくなったりするんじゃないですかね で、そうなってないってことは誰かが賛成してるんですよ。で、賛成してる人がその決定権を持ってるんですよ。ただそれだけのことなんですよね。反対する人が決定権を持つように動いていけばいいのに、消費税の増税とかね、消費税の引き下げに反対する人は、権力を持つ場所からいつまでも離れているという現象もあるのかなと思うんですけどね。 どうしようしかね <laughs> まずは私はね、町内会長から始めてじょ、徐々に上がっていこうと思いますけどもね。<laughs> はい、それでは最後で、えー、ございます。本当にう2019年もお世話になりました。来年もよろしくお願いします。良いお年を